番高いんですよ。だから立ったら最後ですね。なので100メートルぐらい離れた場所に三脚を立てて、三脚は150センチとか2メートル近くまで上がるので、それを平石にして風もものすごく強くてですね、僕は夜寝てると風が強くなっていったなと思ってパッて見たら三脚が倒れてるんですよ。200メートル先、右方向です。もうずっと繰り返して倒れたら自分が行ったところです。その時は出て取れたんですか？出て取りました。